34丁目、ペンステーション駅は、ニューヨーク市地下鉄、IND8 番街線の急行停車駅で、マンハッタンの34丁目の8番街にある。A 系統と E 系統が終日、C 系統が深夜を除く終日停車する。アメリカ合衆国で最も繁忙な駅として知られる、ペンシルベニア駅のそばにあり、アムトラック、ニュージャージートランジット及び、 ロングアイランド鉄道に乗り換えることができる。34丁目、ペンステーション駅は1932年9月10日に、独立地下鉄網で最初の開通路線の駅として開業した。各駅停車用の相対式ホーム2面と急行用の島式ホーム1面を持つ3面4線の構造で、同様の構造の駅は、ニューヨーク市地下鉄では他に i r t イースタン。 パークウェイ線のアトランティックアベニュー、パークレーズセンター駅と IRT ブロードウェイマイナス7番外線の34丁目、ペンステーション駅しかない。駅の南には2本の急行線の間に車止めが設けられた引き乗船があり、両端でどちらの急行線にも渡れるようになっている。これにより車両の留置や車両故障時に逆方向の線路を使った改装を行うことができる。 また、当駅を集団駅として運用することもできる。ありがとうございます。